はいどうもこんにちは、ピアソンのゆうです。今回はですけども、まあ、めちゃくちゃね人気のあるキャラクター超講師をね使って第五人格、いやもう女の子にこのキャラクター人気あるからな、もうポケゴーをね遊んでいこうかなと思います。もう知ってるよ、最近の若いギャルたちは第五人格のことテテゴって言うんでしょ。俺それ学んだから、だから今日から俺は第五人格のことをテテゴって言おうと思います。さあ祭司がファーストチェイスかな。いやー超高なんでこんな人気なんだろうっていうくらい人気あるよね。まあ、純粋に強いからだろうな。俺あんまりさ、超講師を使ってこなくて、もうほんと多分、第5始めて、超講師リリースされて、実装されてからもうめちゃくちゃ長い間、キャラクター自体持ってはいるけど、多分使用回数は10回、20回とかそのレベルだと思いますね、ほんとに。そのぐらい使ってこなかったんで、まあ、今回で、まあ、この超講師何が楽しいのかっていうのを、まあまあまあ、遊んでいこうかなと思います。これあれね、編成、え？最初折れてなかった？タゲチェンした？すごっ。編成占いなし。あー、やばい！飛んできた！飛んできたけど船上なんで、もうこれもう、はい。この落下香水で、もう無限距離チェイスするわ。あんか！なるほどね。まあ、チェイスしていくか。よし！さあ、今回左右なんで、もうがっつり距離離しながら、もう永遠距離チェイス。頑張るわ。もうできれば、目指せ！目指せ、ゼロ釣り5台分チェイス頑張りましょう。まあ、兆候といえば、やはりこの華麗な即時香水を決めて、なんとかやりたいけど、あんか。俺今日即時香水、3回決めるつもりで来たんだけど、あんかって感じだな。まあ、とりあえずぐるぐる回っていくか。もうこれ、あー、それは嫌だな。これ、ここ振っちゃおう。もう無慈悲な香水使うわ。もう即時香水とは、無縁な香水。はい。皆さんね、落下香水がね、上から下だけだと思ってたでしょ。実は違うんですよね。あそこに振って、逆に自分が上に上がっていくスタイル。それでも、落下香水と同じような距離感が取れてしまう。それが本当に強い。さあ、向こう側いて、結構、あそこの穴から降りてくるのが好きな感じだけどな。さあ、どうする？さあ、次の猫。あ、なんだ。あれ？鬼没？あんた、瞬間でしょ？俺、騙されないよ、そんなんじゃ。あれ？あれ？これ、もしかして。やばい、壊れちゃった。ハンターの心を壊してしまったのかもしれない。よく、漫画でいるサイコパスな、ちょっとイケメンな男の子が言いそうなセリフ。ああ、また新しいおもちゃが壊れちゃったっていうような、そんな状況ですね。いや、と思ったけど、普通に追ってきてるな。これまた。これさっき見たね。うん、これさっき見た。で、降りてくる。で、ここで、しっかりとこう、内側入っていくしかないか。まあ、ここで猫疲れたらきついけど。まあ、もう、どうしようもないな。読み合いするしかないけど。あ、この距離感これ間に合うくない？ここって間に合うんだ。多分間に合うよね。強っ。船最強じゃん、これ。やべ、超講師。超講師。やばい、めちゃくちゃ楽しい。あ、猫出した。これ上行ったらいいんですね。これがまた。で、降りよう。で、降りて、またこっち側行くと。さあ、まだまだチェスしよう。で、船上引き継いでもらおうか。いやー、飛んでる。それはまずいな。あ、なんか、最初もそうなんだよね。船上がやりかけだから、やってほしかったんだけど、やばい、猫はまずい。いやー、これ噛まれるんだ。降りよう。あー、なんか、後ろから音もついてきる。めちゃくちゃ来てる。あー、しかも俺かい。もういいでしょ。もう俺もアイテム何も、あ、なんだ。殴られたのになんかついてた。スタンするわけでもなく。さあ、どうしよう。なんかあそこオールオール。いやー、待って、その、ロング上書きする前にそれ入らせて。それ入らせて、頼む。お願い、お願いだからそれ間に合わせて。頼む。オールオールあるから多分間に合うんじゃないかな。ギリギリ。いけ！よし、ロング。あ、ちょっと待って、消えた。足速っ。オールオールこんなうるさかったっけ？こんな足速いの？オルゴールってめちゃめちゃ速いじゃん、これ。足速っ。あ、違うわこれ。やばい、これ1個かと思った。これオルゴール、これ3つ置いてます。こう一生追いつけないんじゃない、ハンター、これ。やばい、なんてこった。すげえもん置いてある。あそこにオルゴール3つ置いてありました。ロングワープには裏切られたけど、踊り子には助けられました。これ5台分いけるぞ。やばい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 、猫、これは死ぬかもしれん。なんか来てる。なんか来てくれてる。頼む、壁してくれ。もうちょっと、もうちょっと。タイトルで5台分、チェイス、びっくりみたいな感じのタイトルにしたいから、頼む、もうちょっとだけ頑張らせてくれ。頼む。やばい。そういうね、そういう、いやらしい気持ち、まあ、横島な考えがある人は、死ぬ！死にたくない！いや、頼む、頼む、もうちょい。もうあとさ、5秒、5秒、10秒くらいじゃない？いけるでしょ、これもう。頼む。一回も俺を釣らせるんじゃない。俺のタイトルと俺のために、頑張って。いやっ、ダメだ。しかもこれ、祭司やばいんじゃない？あ、これワンチャン死に級。死に級じゃね？産後期寸止め完了。
ゲートを頼む私が助ける。まあ救助は大丈夫そうか。妻子大丈夫それ。めちゃくちゃ妻子のこと何この、なんか抱っこじゃねえって、なんか俺死んでね、あのやばい、あいや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 、これ釣られてない、ちょっとどいてもうグダグダ、もうグダグダだけど超加速で俺はまたあのオルゴール3のとこに戻る。よし、で妻子あそこ開けてるな。足早い。なんで消えた、なんで、え、踊り子のオルゴールって時間で消えんのこれ。まださ踊り子出てないから残ってるはずだけど時間で消えるんだこれ。さあ180秒牽制していく。なんとかなってるな。妻子もゲート開くからなんとかしよう。いやーそれ猫、まあでもこれ下降りるぐらいは間に合わんなこれ多分。いやーだと思った。まあ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 勝ちしと向こう側空いてるし、あー完全に心折れちゃった。さあ2戦目遊んでいこうかなと思います。また別の日なんですけど、このねランク戦終わりの1戦の時間やってまいりました。俺がさ1戦目でさハンターの心折ってやったさ、ウェイとかってさ遊んでたらさ、あ信用する、このさ味方の神官の人がさ、皆さん対戦よろしくお願いします、ハンターさんも対戦よろしくお願いしますってね、もう超心優しいことをかけてて、俺はね胸が痛くなったね。自分はなんて心が汚れているんだ、そう感じてしまいました。やばくね、これノーミラじゃない、大丈夫大丈夫なんだな、これが。しかもその位置の鏡ね、これ絶対頑張るんだよな、入れ替わりも絶対無理だよ。ここでうまくうろちょろしていれば大丈夫なはず。入れ替わったら俺もこっちが行っちゃうよな、これがね女王の恐ろしいところ。鏡回避でこれ多分ね心眼近いよな、がちょっと離れてあげるから多分そこの奥で縮こまってるはずだから、でもこの心優しい心眼のためにも離れてあげよう。ここを降りていくかどうしようか。さあ鏡、これ地下あるから多分絶対鏡回避できる。下降り、あ俺じゃない俺じゃないわ。いやーもっと遊びたかったな、兆候だから。女王を使ってるからこそ分かる兆候来た時のイラつき、兆候を追いたくないなっていう気持ちは分かるよ。この編成間違いなく、まあ、事故が起きやすい編成だから、心眼以外絶対6文字がいいんですけど、1戦目とは違って。それでも俺は左右持ってきた、まあ、左右持ってきたことによってファースト伸びてるから大丈夫、もう俺が完璧な救助決めるから任せてほしい。そうですね、ここで香水振っておくわけよ。で一発くるって、で救助して硬直ありので、ここで俺がもう一発食らってあげるよ。でワープを作らせてあげるんだよね、これで。俺が入れ替わりを、まあ、入れ替わりするふりをして、でここで引き一発分で多分時間は稼げてるから、ここでね心理学者にねもらうわけよ、あのあれを、笛を。いやチェイス、あ危ない、チェイス伸びてる、ナイスいいよ、尊重して鏡回避してる。あーオッケー、これでかい。でもどこでワープした、ワンチャン妻子にこれあげてもよかったな。あ追われてるわ、妻子追われてるわ。じゃあここそのまま引き継いで何とかやってあげよう。いやワンチャンこれ俺壁行ってあげても回るか、そんな気がするな。いやまあいいか、おとなしく回しながら、この鏡回避できそうだったら、できるそうな流れだったらできそうじゃねえ、ワンちゃん壁行ってあげよう。ただめっちゃ向こう、おタケちゃんが、あタケちゃんしてる、よしもうこれ回復しよう。いやーこれがねナイス救助すぎる救助だね、これ兆候にしかできない救助だよね。さあ怖い、大体みんな兆候をピックして、兆候ピックできんかったら妻子選ぶ印象あるわ。でしなんか義士使うのはちょっと敷居高いから、義士は本当に好きな人が使うって感じがするわ。で最近だと心理学者も結構使う気がするな。これ試してあげよう。おいこれ通電しても、あいやーいやうわどうしよう、どうしよう、おーこんにちは、俺患者じゃないよ、どうしよう。いや今の通電しない方が良かったな、鏡使わせるまで無理やり粘った方が。おーなんでいるいやいやそんな後ろついぐってこなくていいっしょ、そんな仲良しはしなくて大丈夫よ。ここハッチャルな、俺ゲート待機というか中間待機してあげようかな。いやー森林、あオッケー、じゃあ森林そのまま竹取ってもらって、そこに鏡出させるなんなりして、で入れ替わったとこを俺がすかさず救助って感じでいいかな。瞬間があるからね、俺んとこ飛ばれたら負け筋だから、多分ゲートは触んなくていいと思う。この辺かな、この木の裏、この辺の耳鳴りしない、この辺どう、あの出れるくないそれ、普通に出れるわ。あー飛んだ、オッケー、多分それギリ、あーギリ出れない、いやいいタイミングで瞬間したな、ゲートに寄らせるだけ寄らせてからの瞬間ね。まあでもそうしちゃうとね救助できちゃうんだな。オッケーで救助して、うわ神タイミングすぎる、すごっ、もうこれ、あー死んだ、こっちロンがあるよ、
論があるよ。これ一回やってみたかった、やっていい、これ香水振って、おい可愛いこのエフェクト世界がパラパラってなるのがいいね。ジョゼフみたいで好きだわ待ってきてる、舞いながら来てるわ。よし、これも勝ちでしょう。まあ、ということで今回は兆候を使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。